チャオー、ハングリーキャットです。本日はピアノ練習チャレンジをしていこうと思います。本日チャレンジする曲は、ショパン、ワルツの34の3番、猫のワルツと言われている曲になります。私が小学3年生の時に発表会で弾かせていただいた曲になります。エチュードの10の4と一緒に弾いたんですけど、10の4の思い出の方が強いです。でも、お気に入りの曲になります。なんか息切れしてる。私が小さい頃ピアノを演奏する前にやっていたことがあるんですけれども、やってたっていうか母にやらされてたことがあるんですけど、ピアニストさん何人かの演奏を聴いて、気に入った人の CD を演奏する前に聴くっていうのをやってました。この34の3のワルツはブーニンですね。で、ブーニンについて少し説明すると、19歳でショパンコンクールで優勝されてます。普通は曲の間では拍手をしないコンサートなんですけど、聴衆の方々が感激して思わず拍手をしたという逸話が残されております。では、今回も最初にブーニンの演奏を聞いてみたいと思います。ブーニンどこ？スタニスラフ・ブーニン、ソビエトって、すごい時代を感じる。い、この後にブランク16年の女が弾くのはすごいはばかられるんですけど、やっていきます。 この間上げた動画で発表会で弾いた曲っていうのがあるんですけど、その時に一部分弾いてます。そのぐらいで、だいぶ弾いてないです。目指せ分にだから、練習してどのぐらいで上手くなれるかですね。ちょっとこのピアノの悪いところを、これピアノのせいにして悪いんだけど、もらい受けた時の状態でございまして、調律が何もされておりません。あ、これ聞いて、これ。これやばくない？何？そうだよ。ってこんな感じでマジでやばいので、本当に耳がいい人はすいません。いくら粒を揃えようとしても、なんか音が出やすい音と出にくいところがございます。基本的に音がでかいです、このピアノ。で、なんかこのピアノでずっと練習してたらおかしくな、ちゃんと調律されたピアノで弾いた時に私変な弾き方になるんじゃないかなと思ってます。Thank you.
今の状態がこんな感じです。で、楽譜全然見てなくて、え、意味ねって感じでした。この曲好きだったんで結構覚えてるんですよ。で、さっき言ったように練習する曲で一番最初に演奏を聴くっていうのはすごい大切だと思います。耳で覚えるっていうか、その後譜読みすると、結構早いじゃないかなと思うのでやってみてください。苦手なところが最初の。ここですね。で、練習する。ダメなパターンの人なんですけど、でもこっちの方が良くねと思って結構効いた感じでペダルは踏んでます。まあ正確にっていうより楽しんで弾きたいタイプなんで、真面目にやっちゃうと続かないんですね、私のタイプは。なのでまあいいかなと思っております。はい、続き。私多分トリル下手なんだよね。多分つか下手なんだわ。ハノンやるかな。ハノンの楽譜ってあるのかな。日本にはいっぱい楽譜あるんですよ。だからね、しかも今例のあれの影響で配達が遅れてるっすね。だからもう変えたりしたくないんですよ。で、これまた同じ繰り返しですね。いや、なんかね、もう気づくとペダル弾いてエイとかやっちゃうんだけど、それはダメですね。もう一回最初から通します。まあちょっととにかく終わりがないんですけど、何日間か練習してお聞かせできるような状態になったら撮ってみたいと思います。では本日の動画も見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャオー。